ダンカン・エドワーズは、イングランド・ダドリー出身のサッカー選手。ミュンヘンの悲劇の犠牲者の一人として知られ、イングランドのサッカー史では溶接の天才選手として語られている。1952年10月1日、16歳の誕生日に、イングランドのマンチェスター・ユナイテッドと契約。クラブの若い世代からの底上げを図るマット・バスビー。監督に見出された少年は、 契約から半年後の1953年4月4日、タイカーディフシティ戦でデビューを飾った。その2年後のシーズンには、18歳にして、クラブの中心選手として活躍、若さに似合わぬ、精神力とキャプテンシーでチームを牽引した。バスビー・ベイブスと呼ばれた、エドワーズを擁する、この若いチームは、1955から56、シーズンからリーグに連覇を成し遂げている。 クラブでの活躍が認められ、1955年4月2日の対スコットランド戦にイングランド代表として初出場。18歳と138日で代表デビューという最年少記録は1998年にワンダーボーイマイケル・オーエンが塗り替えるまで43年も破られなかった。エドワーズが主に担当したポジションは左のサイドハーフ。 ただし当時は前線にフォワードを5人並べる戦術が主流であり、サイドハーフはどちらかといえば守備的なポジションである。しかしエドワーズは強力なキック力を活かし、ペナルティエリア外からのミドルシュートでゴールを決めることを好んだという。彼の強烈なシュートは大砲の弾丸に例えられ、ブームブームの異名を取った。時代を担う若き天才として将来を嘱望されていた。 エドワーズだったが、その希望は突然ムザに打ち砕かれた。1958年2月6日、UEFA チャンピオンズカップで遠征していた、ベオグラードからの帰路の途中、マンチェスターユナイテッドのチャーター機が給油のために、経由したミュンヘンリーム国際空港を出発しようとする際に、離陸に失敗してオーバーランし、近隣の住宅に激突したい派。 同期に乗っていたエドワーズを含むユナイテッドの選手たち及び監督をはじめとするクラブ関係者が事故に巻き込まれたこの事故でエドワーズは瀕死の重傷を負いすぐさま病院に収容。驚異的な体力で2週間余り戦い続けたが2月21日、早朝、ついに力尽きた。 21歳の若さで死亡したキャプテンは、上ごとで最後まで次の試合のことを心配していたという。エドワーズのマンチェスターユナイテッドの後輩に、ボビー・チャールトンがいる。チャールトンは一時大きな精神的ショックを受けたものの、エドワーズらなき後のクラブをキャプテンとして兼任し、その後のユナイテッド、そしてイングランド代表の黄金時代を築いた。チャールトンはエドワーズについて、 私が唯一劣等感を抱かされたプレイヤーと称している。ダンカン・エドワーズの実動期間はわずか5年弱であった。国内リーグ戦150試合出場、20得点、イングランド代表として18試合出場、5得点。存命ならば代表100試合出場は軽く超えていたであろうと言われている。1999年。 ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で46位に選出された。実際は出場する予定の試合もあった。ありがとうございます。